キュアアンジュの好きな動物ってなんだメリー？私は鳥さんが好きよ。鳥のように大空を自由に羽ばたいてみたいわ。それじゃあ今日はウーニーズで鳥さんを作ってみるメリ。まずはこのペレットをケースの中に入れて、ぎゅーっと引っ張ってカチッとセットして、ここをこうやって押してロックするのよね。そうそうメリ、これが終わったらこのレバーをギュッて押すと、うわー、ぷくって膨らんだわ。こんな風にギュッて押して空気を入れていくメリー。これくらい膨らんだら、ロックを元に戻して、ここをひねって、膨らんだペレットを取り出すわよ。うわー、すごいメリ。風船みたいにぷくって膨らんでるメリ。そうね、すごいわ。もう一個同じ色のペレットを用意して、ここに入れて、閉じて、カチッと閉めて、さあ、準備完了ね。またまた、ロックをカチッと下ろして、それから、レバーをよいしょよいしょ。うわぁ、膨らんだメリ、膨らんだメリ。さっきと同じぐらいの大きさにして、ロックを外して、取り出してみると、綺麗な風船2つ出来上がり。ウニズはペタッと風船がくっついちゃうのよね。この風船で鳥さんを作ってみるわよ。こちらを鳥さんの頭にしてみるわ。鳥さんの羽やお目目を用意するわよ。これが鳥のお目目。感じがいいかしらね。もう一つのお目目をつけて、それからくちばしもつけるわよ。かわいい。あれ、ちょっと言っちゃってるわね。こんな感じでどうかしら。そして頭にはとっても可愛いわね。今度は頭と体をくっつけて、そして鳥の翼をつけていくわよ。うわぁ、自由に羽ばたける素敵な翼ね。あら、羽が取れちゃった。こんな感じかしらね。鳥さんの首がちょっと曲がっちゃうわね。ギュッとくっつけて、あとはここにこんな風に尻尾をつければ、じゃーん、ウーニーズで鳥さんの出来上がりよ。首が取れちゃいそうで完成しないときは、
てあげましょう。そうすればほら、この通りしっかり首も安定するわよ。うわー、すごいメリー。鳥さんが本当に作れちゃったメリーね。とっても可愛い鳥さんね。みんなもウーニーズで鳥さん作ってみるメリー。みんなの好きな動物も教えてね。ウーニーズで作ってみるわ。それじゃあ今日はこの辺で。じゃあね、バイバイメリー。アソブームではまだまだ面白い動画をたくさん用意してるので、動画の右上にあるこのアイマークを押してアソブームの他の動画もたくさん見てね。このアイマークを押してね。毎日楽しい動画をたくさん見たい人はこのチャンネル登録と書かれているボタンをポチッと押して、チャンネル登録をしてアソブームの楽しい動画を毎日見ちゃおう。みんなの気に入る動画がきっと見つかるよ。毎日楽しいアソブームをぜひ見てね。これからもアソブームをよろしくね。